協議会には大石知事のほか、世界遺産の構成資産がある市町の町など14人が参加しました。長崎市の大浦天主堂や平戸市や五島の集落といった12の資産で構成されている長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産、世界遺産登録から今年7月で丸5年を迎えます。会ではその記念事業として平戸市の春日集落をライトアップするほか、長崎市の羊集落ではスカイランタンの打ち上げイベントを実施する計画などが発表されました。登録以降ですね、大変コロナ禍の中で苦しい状況もあったんですけれども、起爆剤となるような、そのような機会にできればなというふうに思っております。一方、会では人口減少が進む中、構成資産である集落をどのように維持していくかが喫緊の課題だとしています。